皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、やけどを負った時の対処法、もし自分が家族がやけどを負った時どういった行動を取ることがいいのかというのをお伝えしていきたいと思います。私自身お風呂でやけどを負った時にどうしていいか本当に困って、これはすぐに救急車を呼ぶべきやけどなんだろうか、それとも自分で着替えてそのまま病院にお医者さんに行けばいいものなのだろうかとか、やっぱり知らないからこそ本当に戸惑ってどうしていいかわからなかったっていうことがあるので、やけどって、本当に身近な怪我だと思います。小さいものから大きいものまで、皆さんが経験すること可能性がすごく高いことだと思いますので、事前に知っておいて、もしそうなった時に何か役立てていただけたらなと思います。まず、やけどっていうのはですね、60度で1分間、50度で3分間、42度で6時間接触していると皮膚の部分の組織がやけどすると言われています。特にカイロとか湯たんぽとかホットカーペット、普段は暖かいんだけどずっとその皮膚が当たってるとやけどを起こす、これを低温やけどと言ったりしますね。いろいろ調べてると、女性の方が家庭で起こるやけどの割合というのは高いそうです。なぜかというと、やはり一番多いのが熱湯や油、調理をしてる時に起こるやけどが今現在こうやけどの事例として多いそうなので、やっぱりそれの調理をする、イコールではないですけど、その場所に立つことが多い女性の方がやけどをすることが多いそうです。ただ昔よりやけどをする、その大きいやけどをするレベルっていうのは少なくなってきてるそうなんですけど、一つ昔よりやけどの率が高くなってるっていうのがヘアアイロンですね。これはもう女性男性関係なく使われている方が多いと思うんですけど、ヘアアイロンでのやけどは昔より今の方が多いそうです。やけどを負った時自分でできる処置としては、やはり一番は流水で冷やす、これは有名なことだと思います。で、肌が出てる時、例えばここに直接やけどを負った場合、熱湯がかかった、油が飛んできたっていう場合は、このまま流水で上から冷やしてください。で、衣類の上からやけどをした場合は、このまま衣類の上から流水で冷やすようにしてください。で、水ぶくれができてくると思うんですけど、それは絶対に破らない、自分では故意的に破らない。ただ、私もそうだったんですが、シャワーをこう当ててる時にどんどんその水ぶくれがこう破れてしまう、水を当てたら破れてしまうってことはありました。でも、そういう時はもうそれは仕方なくて、そのまま流してください。で、水の威力っていうのは結構、なんか私も結構ジャーってもう一気に冷やさなきゃって思って、すごい普通にシャワーを出してたりしたんですけど、別に強くなくていいので、まずは流水で冷やすということですね。氷を当てがったりっていうのは皮膚に付着する可能性があるので、最悪は水につけるですけど、まず氷でこう直接こう急激に冷やすっていうことではしない方がいいっていうことでした。で、どれくらい冷やしたらいいのかっていうのは、だいたい30分くらいまず流水で流すことが一番だそうです。で、流水で流した後のことですが、範囲にもよりますけど、本当にチョンとか小さいものであれば自分でワセリンを塗って、処置をする。で、大きいものに関しては病院に行くっていうことでした。で、その判断っていうものに関しては、だいたい手のひらサイズより大きければやっぱり病院に行った方がいいかなということですし、仮に小さかったとしても結構深いやけどっぽそうだなっていう時は病院に行くべきだということでした。で、やっぱり病院に行った方が綺麗に治る、この変に自分で
跡がついてしまうような行為をしなくていいっていうことがあるので、本当に綺麗に直したい人はやっぱり皮膚科さんに行くべきだっていうお話をされてました。病院の先生が言うにはですけど、お子さんのやけどっていうのもやっぱり多いですね。間違ってお湯を触ってしまった、例えばカップラーメンとかお茶とかそういうのがかぶってしまった。で、あとご高齢の方で多いのがお風呂だそうです。今こう結構設定温度をピピピってしてこうお湯が出てくるタイプがこう普及はしてますが、でもまだまだ水とお湯で調整する、自分の手の感覚でお湯を調整したりとか、ちょっと例えばボイラーが壊れてて結構厚めのお湯が出たとか、そういうのが分からずに、まあ、私と同じようにお風呂に入ってしまって熱いってなってこう慌てて上がろうとすると、その湯船の中で、こけてしまって半分溺れた状態、もパニックだからちょっと溺れた状態になってそのまま、亡くなられる方もいるっていう、ご高齢の方でね、いるということだったので、お子さんに対しての配慮というか危険性が及ばないいい環境づくりとか、まあ、お風呂もやっぱり温度確認をしっかりする、まあ、ご高齢の方が入るのが家族でいる場合はちゃんと温度確認をしてあげるとかっていうのは、大切だと思います。で、初めの方にもお話ししましたが、これからの季節特に低温やけどっていうのは注意しないといけません。鍋のお湯とか油っていうのは、まあ、目で見てとかを感じただけで熱いなっていうのが分かるので、自分がちゃんとしよう、危ないようにしようという意識が働きます。しかし低温やけど、ホットカーペット、床暖、カイロですね、カイロとかあとストーブとかっていうのはそんなに熱湯とかよりは熱いのを気をつけようっていう意識が多分なくなると思います。で、大体がやっぱりそのまま寝ちゃってと気づかずに起きたら低温やけどしてたよとか、特に麻痺の人とかもそうなんですけど、カイロを、まあ、麻痺がある部分、足先冷たいから靴の中に入れて、でそのまま低温やけどを負うっていう方もいるんです。なので、これからの季節、その低温やけどっていうのはまた十分注意してほしいなと思います。で、やけどレベルっていうのは熱傷1度から3度まであるんですけど、まあ、熱傷1度くらいであればそんなにすごく大きな治療しなきゃいけないっていうわけではないですが、まあ、2度の深いところ、浸透性2度熱傷も私が負った足のところであったり、あと3度まで来ると皮膚への後遺症っていう部分も出てくるので、そういう風にならないように、やけどが治ったからはいじゃあ元通りっていうわけではないので、そうならないような環境づくりっていうのを、まあ、私自身含めて今後の生活でね、注意していかなきゃいけないなと思いますし、やけどの温度っていうのは負ったからすぐに、じゃあはいこのくらいのやけどレベルですねっていうのがちょっとわからないそうなんです。時間が経たないと、あ、これくらいの皮膚のやけどなんだなっていうのがわからないそうなんですが、そのやけどの進行を抑えるためにもやっぱり一番初めの処置、流水で流す、冷やすっていうことが大切だということなので、やけどは軽く思わずにすぐ流水で冷やすっていうのを意識していただけたらなと思います。はい、ということで、前回ね、ハンコンっていう言葉を使いましたけど、次回はハンコンのことであったり、皮膚の後遺症があるので、皮膚の後遺症をじゃあどうもっと改善していくか、良くしていくかっていうことをお話しできたらなと思います。はい、では今日はやけどを負った時のまず処置、初めの処置の方法、自分でできる処置のお話をさせていただきました。はい、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。